の取引先の社長すごいジェントルマンよね。マナーとしてそれを知ってるのと知らないのとでは差があるので、マナーとしてはそうです。真ん中ひょっと持つやん、はい、とかって折りたたんでここにピッて入れちゃえばいいんだけど、よいしょ、もう来てます、はい。スーツのジャケットの外ポケットからスマホを取り出したら、取引先の社長からそのポケットに物を入れない方がいいよって言われたんですが、それは正しいですか？その取引先の社長すごいジェントルマンよね。スーツの外側にさ、ポッケに物を入れていくとめちゃくちゃ型崩れが起きていく。例えばジャケットをハンガーにかけるとかもそうやねんけど、肩幅が合ってないとかさ、こういう風にどっちかに重心が傾いてるとかってなると型崩れしていく。で、物がさ入ってるとさ、ポケットたまにパンパンな人とかいるやん。でもめっちゃかっこ悪いやん。かっこ悪い、見た目汚いっていうのが悪なんで、スーツはあくまでスマートに着るものだから、ミューズのスーツは納入するときはここのポケットのしつけと切らへんで渡すんやんか、わざと。もう物を入れんとって一緒みたいな感じでそれが大事なんですね。そうそう、でスマホ入れるんやったら私こことかに入れるけど、ここぐらいに入れてスーッと出すぐらい、男性だと胸ポケットとかやったらもうスマートやん。なんか確かにかっこいい、取り出すだけのここから出すとセオリー知らんねんなっていう無知なことがバレるんで、やめた方がいいと思うスーツのジャケットについてるポケットの蓋は出すもんですか、しまうもんですか。これね、はい、これはフラップと言います。外に出てるときは出すし、中に入ったときはしまうっていうのがルールなんですよ。何のためについてるかって言ったら、ホコリとか汚れが入らないためについてる草みたいな感じ。室内だったらまあそれいらないよねっていうので、室内だったら中に入れましょうとか、ここに物を入れてさ、ブカってなってるとかも悪かったりもするやん。なんで結構しつけ糸を切らずに物を入れないっていうルールをしっかり守るみたいな方を優先した方が私はおすすめかな。マナーとしてそれを知ってるのと知らないのとっては差があるので、ではそうです。友人の結婚式がありまして、ポケットチーフをかっこよく入れたいんですが、うまく入りません。コツを教えてください。まずこれチーフですね。これをさ、まあ、一番簡単な方法はさ、真ん中ひょっと持つやん、はい、とかやって折りたたんでここにピッて入れちゃえばいいんだけど、それだけだったら沈んでいったり形が崩れたりするんで、こういうポケットチーフを入れる専用のカードケースみたいなのがあんねんか。これにさ、こうヒュッとやって、ちょっと適当やけど、こうやってで、この中でさ、ちょっと形をさ、こう整えるやん。はい。ほんで、こうスッて入れてあげたらさ、形固定されて、下にも沈まへんし、次のものを使うときもさ、このままこうやって刺していったらいいから。チェンジポケットがいいですわ。チェンジポケット、ほんとかわいいよ。かわいい。社長、チェンジポケットって何すか？そうやろ、絶対恥ずかしく会話に入ってこられへんくって黙ってる。チェンジポケットってさ、ポケットの上にあるこのポケットやでよか。はい。別になんか機能あるっていうわけじゃないねんけど、まあおしゃれ。可愛くない？このちっちゃいポケット。ちょっとカジュアルになるね、これをつけることによって。ポケット何も入れるもんないのに。コインを入れたりする人もいる。でも実はポケットの中にちっちゃいポケットがついてて、そこの袋にコインを入れるっていう風になってたりするから。チェックのさ、ジャケットとかでもさ、チェンジポケットにするだけでさ、この人ちょっとおしゃれな人みたいな感じになったりする。